商工線は、大韓民国中西南道天安市にある天安駅と全羅北道、増山市にある増山駅までを結ぶ、韓国鉄道公社の鉄道路線である。ソウルのベッドタウン化が進む天安市から、温陽温泉を経て南西に向かい、中西南道西南部の公海沿岸地域を通り、湖南線、全羅線が接続する増山駅までを結ぶ。沿線には、 温泉地として名高い温洋温泉、道高温泉があるほか、南部の沿線地域には、海水浴場が点在する。2008年12月15日、天安駅から新し政駅まで 19.7km の区間が電化、複線化の上、首都圏、電鉄1号線の乗り入れが開始された。また2009年6月1日、20万系、特急系電車による塗り路の運行が始まった。 2016年12月現在、一般列車は、セマウル号が1日5往復、ムグンファ号が1日10往復運行され、全列車が、京府線立山駅からの直通列車である。天安町交換は、日本統治時代に、私鉄の朝線京南鉄道により、中南線として1931年に全通した。降伏後、米軍世紀の1946年の法令により、 当時民営だった、中北線、京春線などとともに国有化され、1955年に長江線と改称された。軍山、松山間は、軍山港への貨物輸送を目的に、朝鮮総徳府鉄道局の軍山線として1912年に開通した。2008年1月1日に、近港を隔てた長江駅と軍山線大野駅の間に新線が開業し、 群山線が長江線に編入され、天安から増山までの一つの路線となった。この際、長江駅と群山駅は、新線上に移設され、旧駅へ続く、旧路線はそれぞれ、長江貨物線、群山貨物線として、貨物専用となった。客車ディーゼル機関車、電車機動車、ディーゼル機関車、機動車。ありがとうございます。